皆さんこんにちは、ヘルミアです。相方のマリサだぜ。本日はシビロク、カナダをやっていこうと思うよ。カナダはぶっちゃけ強いのか隊長、土地次第と言えるかねー。今回の設定としては、自分入れて8人でプレイ。資源は豊富で、給料が多くなるようにと、出力が出やすい、かつ蛮族もなしだから、安定的な内政を組みやすい設定。なんだけども、周りの資源、特に鹿が多くいるかいないかで、大きく内政が変わってくると言っていい。なぜに鹿なんだ？それはカナダの初期脇が、ツンドラ雪原だからということがある。とりあえずゲームをスタートして、資源量を確認していこうか。おお、周辺に隊長が行ってた鹿と羊、どうもちらほらあるみたいだな。食料1ギア3の鹿が引けたのもナイスだね。ではカナダの特徴を一言でまとめていくと、ツンドラでもタイルがバカ強いっていう特徴がある。例えば、今作ったばかりのカナダの都市を見てもらいたい。通常、都市のタイルには食料に、ギア1が最低保証されている。どんな豪雪地帯でも砂漠でも、都市を出したとこのタイルは、食料に、ギア1以上になるってことだな。しかしカナダの場合、本来は貧弱なツンドラタイルで都市出しした場合、食料が2プラス1の最低3が保証され、3、1タイルを確保可能。なるほど、隊長がさっき1、3タイルを欲しがったのは、人の3、1と鹿の1、3を合わせれば、合わせて4、4の一般的に出したい2、2タイルの平均に届くからだな。これが周りに1、1、2の銅とか、1、2の鹿しかないとなると、序盤で遅れることになるよ。さてカナダの第1特徴、ツンドラ都市の食料が1多いってことに加えて、第2の特徴を活かすため、早速労働者から作っていく。普通だったら最初は、石膏、石膏、開拓って出していくよな。しかしカナダは第2特徴のツンドラ改善が素晴らしいため、最初から労働者を作った方がいいって、古事記にも書いてあった。1秒でバレる嘘やめような。話は戻して、労働者の生産と、畜産の研究が同時に終了。もちろん、畜産から取ったのは鹿をキャンプ改善するためであり、早速こちらに刺していくよ。でもキャンプ改善って確か最初はゴールドしか伸びないんじゃ？であれ、ゴールドプラス2に加え、食料もプラス2にされたな。隊長チートはいかんぞチートは。失敬なお尻ペンペンの刑に処すぞ。隊長をセクハラで訴えるんだぜ。ペンペンするのはアリスちゃんだって。じゃあ許す。許しちゃうんかい。という話は置いといて、カナダはツンドラ雪原を改善する際、農場やキャンプに食料プラス2、鉱山や製材所にはギアをプラス2する効果がついている。なるほど、普通の文明だったら出力が低すぎて出したがらないツンドラ地帯。その極寒の地でも他の文明と同じぐらい出力が出るように、カナダにはツンドラ改善の補正がついていると。そもそも普通の文明ではツンドラに農場すら建てられない。そういった理由もあり、他の文明がツンドラに年出ししてこない分、カナダにとってはむしろ、積雪地帯が広い方が内政を組みやすいため、カナダにとっては積雪地帯の広さ、そしてそこにある鹿や銅などといった資源の多さ、これらの要素が初動を中心に大きく関わってくるため、立地が重要じゃない国なんてないと思うけどな国だと僕は思うよ。さてお金が60貯まったら、石膏を買って周辺探索に当たらせよう。石膏は買っていくスタイルか。最初に労働者を出した後は、すぐに第二都市を出していきたいため、労働、開拓となり、石膏を出している暇が残念ながらない。初期の戦士ユニットをうろつかせて、運よく小屋から石膏を引ければまた考え物だけど、最低でも1体は必要だと思うから、さっさと買って周りを偵察させよう。仮に石膏を小屋から引いた場合でも、石膏を早めに買った方がいいのか？まあ2体くらいならいつも出している量だから、それぐらいは買っていいと思う。幸いにして、キャンプ改善をすることで、ゴールドは初期から獲得しやすい。という特徴がカナダにはある。ターンが経つほどユニットなどを買うのにはお金がかかってしまうから、買うんだったらやはり早めになるね。で第二都市なんだけども、隊長はどうやらオタワの左上に出していく様子。オタワの左下の鹿が2頭いる左下に出した方が良かったんじゃないか？キキキキッと、1、3タイルを優先したんだよ当時の僕は。ほら火山もあっていい感じのタイルになるかもしれないじゃないか。偶然後から見つけただけだろ調子いいんだから。しかし石膏を強引に買ったとはいえ、全然小屋や都市国家は見つからねえな。隊長の動かし方が下手くそすぎるのでは？というのもあるんでございますが、実はカナダは立地上の問題で、小屋や都市国家の引きに大きく差が出やすい。というのも、ツンドラに湧くということは、基本北の端か南の端に湧くということであり、そういう場所は、運が良ければ小屋や都市国家も固まっている時があるんだけども、ない時は全然なくて、小屋と都市国家の恩恵を全然受けられないって場合もある。まあそれはどの国でもそうなり得るけれども、見つかる時と見つからない時の差が激しいってことね。そして今、さらっと中国の時にも建てた、アルテミス神殿を予約したな。そうか、鹿が多いということはその分アルテミが刺さるということだし、運が良ければ羊や馬、近場のプランテーションなんかにも、アルテミの効果が刺さるっていうわけだな。アルテミは建てた場所から4マス以内のキャンプ鹿など等一つにつき快適上昇、高い快適性で人の出力を上げていくのが序盤の方針だね。さて宗教的な都市国家を見つけたことで、地味に信仰力の溜まりは早いわけだけども、鹿をすでに2つほど改善している今、もちろん選んでいくのはキャンプの食料とギアが1ずつ増える、仮の女神というパンテオンだよ。以前の中国でもお世話になったな。じゃあカナダは仮の女神を目指すのが一般的な流れなのか？まあ食料ギアという、序盤から扱っていく馬力で強いのは仮の女神だね。ただもう1個パターンがあって、例えばオタワの周りにも銅があるけども、
ツンドラってのは、鹿がボーナス資源として多いけども、銅も資源としてよくある場合がある。その銅に加えて、ダイヤモンドだとか、塩とか水銀とか琥珀とか、要するに石以外の採掘する系の資源といえばいいかね。それがいっぱいあれば偶像ってパンテオンの方がいいとは思う。偶像はどういう効果なんだ？例えば銅を開発すると、通常のギアが増えることに加えて、ゴールドと進行力がプラス3されるという、なかなか凶悪な内容にモッドで強化されている。その高い進行力さらにはお金を使って、中盤以降普及内政で、労働者をガンガン出していくってのが、多分偶像パンテオンでの動きっぽくなると思う。まあ今回やるのは仮の女神で普通に黄金ではペン筆を取るパターンだけどね。じゃあ資源状況によって、黄金時代の選択を変える必要も出てくる国ということか？内政にある程度慣れていないと、扱いが難しそうな国でもあるんだな。で、そもそも隊長が一人で最初の黄金に入れるか否か怪しいとこだが。だからいっぱいおやつが欲しいんだよ、もっと俺によこせ投資しろ。小屋を確保するたびに1点入るからな。ついでに自然遺産を見つけて、さらにポイントを稼げたのは大きいんだぜ。仮目が終えた鹿はカナダの補正も取り込んだことで、4-4-2とか4-2-2とか、いくら改善しているとはいえ、本当に序盤のタイルなのかと、疑わしいくらいには馬力が出てくれる。ゴールドの溜まりも早いし、もし改善できる近場の鹿が3頭いれば、相当食料事情は神だったんだろうな。まあ、人口の伸びが早すぎてすでに快適性が終わっているのはいただけないが、それは立地上半分しょうがない時もあるので我慢。琥珀とか、ダイヤモンドとかがあればまだマシな場合もあるけど、ツンドラは高級資源があまり湧かないって場合も多くて、それを補うためのアルテミだったりもする。なお、2回目の資金使用は資源が多いようならば労働者を買ってもいいだろうけど、2体目の石膏を買ってもいいかもしれない。戦士と石膏一体だけじゃ、都市国家3つすらすぐに見つけられん場合もあるからな。しかも今回、戦士も石膏も山に捕まり気味で、ろくに動けていない感じだ。後でわかるんだけども、東側は新王地方よろしく、南北に山脈がだーっと続いていて、ほぼ通り抜けできない地形だった。探索は隊長の運のなさと、動かし方がヘッポコなせいで、うまくいってないがアルテミ建設は無事に達成。鹿の数にもよるんだけども、仮目が刺している時点で、ギアが最低でもにはあるので、それなりに早く遺産を建てられる国家かもしれない。言わずもがな、アルテミを出した分開拓者を出すのが遅れるため、アルテミ後は言わずもがな開拓者を履いてもらう。ちなみに、アルテミ自体にも食料のプラス効果がついているため、首都オタワはこの後とんでもない勢いで人口が伸びていくだけでなく、快適性も高くなるので、開拓者の生産なども早いはずだぜ。資源が揃うと、2ターンで開拓者を2連続で出したりもできるくらいだからね。しかしこの時のヘルニア、カナダプレイがほぼ初見でして、さっさとまずは5つになるよう年出しすりゃいいものを、交易商なり労働者なりと、ちんたらちんたら寄り道、右の方にはもうちょっと出していけそうだが、下は出せて1か2年で、2個下に出そうとしたら、そこは出力の出ない砂漠のど真ん中だ。エルサレムがいい感じに邪魔な場所にいてくれることもあり、さすがに8年出せないってことはないけども、いい感じに10年とか出すには、ちょっと面倒な立地だね。27ターン経ってやっと、初めて違う文明に出会った。ちょうど今筆記だったから助かったっちゃ助かったけど、ツンドラ脇だとなかなか他文明に会えないという特徴もある。ついでに教えておくと、カナダは奇襲的に戦争されることが実はない。それは助かるな。AI たまに嫌なタイミングで宣戦布告してくるし。逆に、カナダからも奇襲戦争はできないし、そもそも都市国家に至っては、宣戦布告すらおそらくできない。だから都市国家邪魔だな、潰すかと思っても、カナダからは殴りかかれないんだ。内政面でももう一個いい利点を見つけたぞ。どうやらカナダは、ツンドラタイルなどを買うときは、通常の半額で買えるようだな。ちょっと遠くにある資源タイルとかを買いやすいのは地味に便利だね。仮メガでも偶像でもお金は手に入りやすいだろうから、ゴールドの心配はあまりない国と言えるかもしれない。逆に聞くが、仮メガも偶像も取れない場合はどうするんだよ。よっぽどの大人数とかでもない限りは、どっちかは取れそうだけどね。どちらも特定資源が固まってないと選択肢には入りにくい内容だから。まあその時はその時だよ。無難そうなのを選べってことだな、理解した。そうこう言ってる間に最初の黄金時代に突入。アルテミス神殿などを建てる関係で、多少ポイントは稼ぎやすいけども、それだけじゃ黄金にはさすがに入れないため、やはり小屋の複数発見と自然遺産発見あたりが、黄金に入るためのポイントになってきそうかね。逆に序盤の文化はそれこそ琥珀とか、文化系都市国家とか、そういうのがないと伸びにくい国なため、政治哲学あたりはポイントの足しにできるかは立地次第とも言えそうだな。さて政府だけど、この後コロッセオとか建てるならば独裁だけども、今回は経済スロットや快適性が欲しいのもあって、共和制を選んでみる。第5都市をイニペグの左ぐらいに出そうと思っていたら、大和湖が邪魔で猛烈に都市出し下ろししてしまった。今回も80ターンでの戦車を目指しているが、遅れた分だけ後に響いてきそうだなこりゃ。土地としてもそこまで美味しくないが、仕方ないのでイニペグ左下にまず一つ、砂漠ギリギリで使えそうな、オタワの右下にもう一つ置いて、これでやっと6都市だな。あと2都市は欲しいんだけども、どこに置こうか知らねえ。南と東は山だらけだが、ケベックの右下ならツンドラも川もあるぞ隊長。しかし40ターン頃というのは、封建制度と都政が終わって、労働者をバンバン出していく
頃合いであり、その時の僕はモントリオールの西なら、象牙や馬もあって快適性的にもいいんじゃないかと開拓者を向かわせたよ。まあツンドラ周辺はほとんど高級資源ないし、確保しておくのは重要か。問題は8都市目で、何を迷ったのか他の都市から大きく離れたハリファックスの右下に展開。蜂蜜なり鹿なり山岳なりと欲しかったのかもしれないけど、遠かったため、だいぶ出遅れた都市となってしまった。第9とか、第10くらいの都市ならこの辺りでも良かったかもな。しかし立てちまったものは仕方がないので、この8都市でここから伸ばしていくんだぜ。中盤程度にやることは主に3つで、1つはさっき話した、都政と封建制度が終わり次第、給料中心に改善していくことだ。封建制度で解放される労働者の行動回数プラス2回の経済カードが強く、都政は鉱山のギア数をさらにプラス1してくれる優れものだ。カナダの場合、ツンドラではもともと追加でギアに上がるところに都政も刺さるため、ツンドラ給料対応元のギアが1、鉱山改善の基礎値でプラス1、カナダの効果でプラス2、さらに都政でプラス1なので、ギアが大きいアイコンの5になることがザラになる。ウーンオタワは特に出力お化けなんだぜ。その労働改善をしつつ、商用ハブとキャンパスを作っていくのが、残る2つのやることなんだぜ。次のウーボンも入れれば、商用ハブからも化学の産出を一時受け取れる期間に入り、そういったものも活用して、70ターン前後に化学はスパートの伸びを作っていく。逆に、労働者も足りていて、商用とキャンパス、市場と大学も建ててしまったというところであれば、最後の戦車ラッシュに備えて、兵営を建てておくといい。BBG というモッド環境下では、兵営を士官学校だったかまでに伸ばせば、どういうわけか石油が出るようになるんだぜ。戦車のアップグレードに石油は最低限必要だから、数個程度建てておけるといいね。対象軍も役立つのが手に入るかもしれないし、しかしゲーム開始から60ターン、2回目の黄金に行くポイントは問題なく確保できたんだけども、困ったことに化学都市国家が見つけられないという事態が発生。化学都市国家に代表団を3つ送るだけでも、化学の伸びが変わってくるから、いないと80ターン戦車は厳しいな。なんとか見つけたいところだけど、やはり絶好不足というか偵察不足が問題であり、もうちょっと出しておけばよかったと後悔。あともう1個問題があって、文化の伸びがいまいちであり、最終的に欲しいナショナリズムが、かなりギリギリになりそうな予感。初めて扱うということもあるが、いよいよ戦車出すのが苦しくなってきたんだぜ。しかしカナダは中盤以降、社会制度外交官で解放される、ホッケーリンクを建てることが可能に、ちょっと見えづらくて申し訳ないが、文化が6も出てやがるな。ホッケーリンクは雪原ツンドラにのみ建てられるカナダ固有のもので、周りの積雪タイル一つにつき、分解値を算出するため、この場合隣接すべてが該当してプラス6となっている。場所によってはもっと強力な数値も叩き出せるため、さすがに1都市につき1つしか建てられないんだけども、それでも文化不足であった現状においては、非常にありがたい建設物になったね。まあ文化不足も困るのはわかるんだが、そんなことより科学出してくれないかな隊長。科学都市国家をシャイニングドローするんだ絶好よ。ダメです。これも隊長の日頃の行いが悪いからだぜざまあみろ。ただカナダの強みであるツンドラでのギアが高いこともあり、比較的北に建てた都市はさっさと商用、キャンパス、兵営も終わるところは終わってしまい、先に種出しをする状況に、あとは科学さえ出て戦車を少しでも早く出せれば、より望ましい状態なんだが、一歩及ばなかったな。あまりに暇だったので、戦車がいつでもレベルアップして、回復できるように兵馬俑を数ターンで建て、結局戦車が出たのは84ターン。まあ実質的には戦車への強化を含めるから、85ターンから戦車の大攻勢が開始だな。むしろカナダのギアが高すぎて、種出しすぎた結果ゴールドが追いつかないという現象に陥ってるよ。ということで、AI を背景でボコボコにしながら今回の反省点、およびカナダの強さを再確認していくと、まずアルテミオは周りの年出しが、人手取り分け素早く行えるので、さっさと5年か6年くらいにすること、40ターンあたりの文化がまだホッケーリンク未開放なのもあって伸び悩むため、いけるならコロッセオをさせれば、文化点の強化、さらに快適性がとんでもないことになって人の出力あたりがバグる見込みなこと、あとは体調の運を鍛えて科学都市国家を引けるようにすることだな。そればっかしは初期立地同様、どうにもできない場合がありそうだけど、カナダ自体は結構面白くて個人的には気に入った。次回こそは80ターン戦車を達成してみせるというところで、本日のところはここまで、ご視聴ありがとうございました。よろしければ、高評価、チャンネル登録の方、よろしくお願いするんだぜ。